それでは帯を巻き始めるところからいたします。だいたいあの手先の方のこの柄止まりから手幅2つくらい測ったところにこのクリップを置いて、はい、ここで前から回して、今のこの止めたクリップのところを接中心に持っていくように返しますと、あ、帯を巻く。このぐらいが柄止まりになるかなっていうのがこれで検討できると思います。これでこの帯を内側に折りまして、ここで留めておきます。はい、こんな状態を作りましたら、これで帯一巻きしたことになりますので、前の方で帯の高さをよく決めまして、はい、ここにも柄止まり来てますので、帯板を入れましたら、こちらに来て締めるのではなくて、体をこのままこの横でこの手先押さえてまっすぐ引く感じにしますと、かなりこうピタッと体に力が入りますので、上端を持ちまして、ここで帯の幅出しをして、その人の体型に合わせて、はい、このように裏の方で幅を出した寸法を見ます。表から見ますと必ずこう曲がる傾向がありますので、帯の裏側でどのくらい出してるかなっていうのを確認して、はい、こちらに来ましたら、はい、これも帯の下端を持ちまして、今畳んだこの折り上げたここのところにこう指をこう置きまして、体に対してまっすぐ下の方だけ敷きます。その時下の方がすごく緩みやすい方は、少しこう斜めに、ここのところ斜めに持ち上げて敷きますと、必ず下がしっかりと止まりますので、はい、ここでこれを止めます。はい、帯を下ろしまして、背中心に手を置いて、この体からだいたい手幅一つぐらいのこの下の方の輪をしっかり持って、はい、ここで折り上げます。そうしますと、この輪の部分をきちっと上に敷きますと、ここきれいに畳むことになりますので、はい、この状態作りましたら、だいたいこの幅の中心をこのように持ちまして、ここで一度中側に折り込みます。はい、そうしますとこのようにきれいになりますから、この今幅出しをした分だけを、はい、入れておく、折っておきます。そうしますとこういう感じになりますから、はい、これで手先を戻します。その時に4等分にこのようになってますから、このままこの耳端が体につくように、ここでこう一度返しまして、軽く引いて、これ4等分になったのを中心に戻してこのように置きます。その時この端が背中心に来るまで戻します。そうしますとこういう丸さができますので、この上に今折り上げた中心をここまで持ってきて、ここで仮紐をします。これは一番最後に抜き取りますので、かなり強い力で帯の上で結びます。ここまでできましたら、
手先をちょっとここで止めておきます。帯を上から下ろして、右側はこの紐のすぐそばを持ちます。左の方だけを引きますと、はい、ここに力が加わりまして、きれいに開いて、これがこう動かない状態ができますので、はい、この上に三重の紐を上げまして、これはあまりきつく結ばない方がお客様には負担がかかりませんので、これをものすごくこう引っ張っちゃうとゴムが体に食い込むことになりますので、あまりきつくしないようにします。巻き畳みで簡単に段返しができる帯結びをします。これこういう感じにこう左の方にこう丸く持っていきまして、このように折り曲げたのをこの角を上にして2枚一緒にここと角と角折ります。折りましたらここで畳みます。こういうバイアスシダができましたら、シリコンのゴムをかけまして、3本全部かけます。ここに3本通した後にこの角を上に上げて2本下に下ろして、この状態のままここにもう1本シリコンのゴムをかけておきます。そうしますと、これで同じバイアスのシダがこう2枚できることになりますので、これをここで留めておきます。開きましたら、ここで同じ長さにしてこの中心をしっかり決めます。決めましたら、ここでだいたいここから5センチぐらいのところにこの中心を持っていきまして、まっすぐにします。で、裏側をきれいに伸ばして、ここで2枚一緒に持って2つ山シダをこのように作った時に、この端をきれいに2枚重ねてこのように並べておきます。で、1本目にこのように通します。で、こちらの方は無理にこう2枚にするのが短く感じるときは、はい、このまま1枚でこのように折りまして、この端をこの輪の中に入れて、この長さをきちんと決めます。そうしまして、はい、2本目のゴムに交差する形でこのように入れます。で、必ずここにたもみができますので、これは、はい、きれいに伸ばしてこのように畳んでおきます。そうしますと、はい、羽が同じ羽がきれいにできます。ここに枕を中心に置いて、左は巻く羽の下、右はこの羽の上に持っていきまして、はい、中心をこう体で押さえて、はい、帯揚げをしっかりこう敷いて、交差の上に枕がしっかりつくようにします。先を軽く開きます。羽がここで、はい、2枚このように下がることになりますので、
こちらの方に少し大きめのバイアスひだを畳みますので、ここで5センチのところにクリップを置きまして、こちらはこのようにずらして、ここがしっかり角に行くようにします。クリップしたところでこのように折ります。折ってこの中心に指を置いて、そこに2つ下輪が1つと耳端、このまままっすぐにして、これをまっすぐ畳むようにします。クリップのところから輪が1つと端を上に上げて、このように畳みましたら、3本目、一番最初2本入れたゴムにこれを通して下ろします。はい、このようにできましたら、このひだを膝のままに無理に開かずに、このようにきれいに畳みまして、この幅だいたい20センチぐらいの幅にして、このように長い場合は裏側で半分に一度このように折ります。折ったのをこの枕の下に折り上げて、で帯締めを通します。今縦矢を作りたいと思いますので、はい、右の方は帯の上端から3分の1のところ、はい、右側は帯幅の中心を一つの目安にして帯締めをします。一度にできない方はクリップをして、それから回すときれいにできます。必ずこの帯締めをしたところは布目をきれいに通すことが大事ですので、シワを作らないようにきれいに伸ばして、この羽を体に沿わせて、はい、こちらもの際から伸ばして、はい、羽を整えます。この羽の方向とこの羽の方向、この羽の方向とこの下のこの羽の方向がこういうふうに対角線上にこういう感じで仕上げるとバランスが取れます。はい、こんな感じになりまして、はい、バイアスひだを3枚使って、はい、作り上げる。1つ目は縦矢、はい、2つ目は横物にします。それではこれを2つ目の帯に作り替えますので、今ここで帯締めを外します。3本目に入れたのを下ろします。ここで枕の位置を変えます。横物にしますから、このまま羽をこのように
そこに広げて、ここの交差したこの上にこの枕に乗せます。交差の上に枕をしっかり乗せまして、帯揚げの前でちょっと止めておきます。こういう状態を作ります。この下げた状態そのままにして、ここの部分を三等分にこのように折りまして、だいたい手幅一つのところ、これ手先がこのように柄がたくさんある場合はここで3本目に、はい、このように入れて、もう一度このゴムに出ないようにして、はい、このまま自然にできるこのひだを、ここはあまりたくさん取らずに一つのタックで下ろします。で、ここに帯幅の中心にこの無地が出ないように上に折り上げて、これで帯締めをします。これで2個目を作った状態になります。それでは3個目の帯結びに入ります。1つの結びから少し動かすだけで3種類の帯結びができます。手先を外します。はい、ここで枕も外します。右の方の羽をここで下げるようにしますので、左の方の羽を少しこう縮める形にして、はい、こんな感じができました。このように下げている表面の方の一つのひだをだいたい3分の1くらいこのように折り込みます。折り込みましたら、この折り込んだこの下に
しまして、こんな感じになります。でこの羽が止めておきます。そうしましたら、ここでこの輪の中に枕を入れます。そしてこの左の羽も一緒にここで押さえて、片は文庫で、一つの右側は文庫にして、左の方は肩に沿わせます。しっかり枕を入れて、はい、ここで3つの山を作って、3本目のゴムに通しましたら、下だけをこう広げて、上は短めで、こんな風に作って、両側を3分の帯幅3分の1ぐらいの幅にしまして、通して、はい、ここもきれいに中に折り込みまして、この折ったこの位置は帯幅の中心になります。その下にこの帯が下がりますので、難しくなく、はい、簡単に3種類の帯を、はい、作ることができます。この3個を覚えておきますと、成人式なんかは簡単に対応できると思います。大きく結ぶのが好きなところもありますので、このまんまの状態で帯の長さを変えれば全部対応できますので、